四国徳島県の西北部、吉野川と火山山脈に挟まれた美町町鉱座と、吉野川の洪水から田畑を守った竹やぶが、今をわずかにその名残をとどめ、滅びゆく古い産業、和傘作りを忍ばせています。山脈から出る谷谷は天井川となって、谷底は民家の屋根より高く、普段は水のないこの谷もひとたび豪雨に見舞われると、その被害は想像に絶するものがあります。この谷の中で細々と和傘を作っている人がありました。あと 2,3 年でこの和傘作りもなくなるだろうと言われる郷土産業をわずかに守り続ける人々です。始まった鉱座との和傘作りは、最盛期には150軒を数え、村のほとんど全部が傘を作り、年間150万本の生産で全国一を誇っていました。しかし洋傘の進出と賃金格差から、現在は急激に衰え、業者はわずか数軒となり、生産量も年間 7,8 千本と減少し、あと 2,3 年で滅ぶのではないかと言われています。和傘作りは非常に手間がかかり、すべて手の作業で、名人芸に等しい作業が要求されます。一日傘を作ってタバコ銭ぐらいにしかならないと言われるこの作業は、今では老人のアルバイトといった形で残っています。職人の多くは他の産業に変わり、若い人は都会へと流れました。傘作りの順序は、竹割り、骨削り、骨組み立て、裾張り、上張り、攻め入れ、油引き、日間、色塗り、印入れ、油引き、日間、漆かけ、仕上げと、多くの仕事を経て出来上がりますが、各作業は分業の形をとっています。
遊ぶのももったいないから傘を作っているというこの老人の顔にも、傘作りに寄せる郷愁に似たものが胸に迫ってきます。作りと言われ、これによって傘の形が決まります。骨の出入り、紙の折り、畳んだ時の形など、行儀の良い形の良い傘がこの作業によって出来上がります。この攻め入れは1日50本ぐらいできると、一人前の傘作り職人と言われるそうです。引きの終わった傘は傷を繕い、火に干して乾燥させます。染料沸かしから始まります。染料の中に糊と染料止めが加えられます。
産の多い和傘は印入りの注文が多く、印屋と言われるこの仕事は注文主の要求通りの印を書き、公共時代には1日100本以上書いたと言われますが、普通は50本書けば1人前と言えるようです。最後の油引きを終わって火に干すようになると、和傘も仕上がりの色に近づいてきます。塗り仕事の最後は漆かけです。この漆かけは気温に影響されて、暑いと漆が溶け、寒いと固まるので、ちょうど良い気温の時を選んで仕事をします。作りの最後の仕事が仕上げです。この作業によって私たちの見る和傘の形に仕上がります。
古墳時代からの文化発展の跡を見ることのできる講座と、戦国時代の封建的支配下に苦しんだ講座と、この講座とは今和傘の里としてもその使命を終わろうとしているのです。